内海俊一、Love and Peace、同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜の下あぐら亭友、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、ファセラジャパン。海を渡る鳥たちも日の出を待ちわびて、輝きの中に溶けて時を超えてゆく。振り向けば、セポヘイトスジ30年、横浜の下あぐら亭、スーパーオイルハイコー、スーパーレ肌油ゲーム、スーパーレ髪油ゲーム、スーパー一筋30年横浜の下あぐら亭。おい、おう、わお。横浜の下あぐら亭.comで検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。得意分野はシワたるみ対策です。進化した化粧品技術と植物の天然パワーで若々しい美肌を追求、エステサロン専用化粧品、ファセラジャパン。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ね、一週間のご無沙汰。はい。今日は雨ですね。ねえ、昨日あったかかったのに、昨日あったかかったのに、まだ寒いですね。今日、ね、今日ちょっとね、うん、まあ、今、治療中なんですけど、私、それの副作用でね、ちょっときついんですよ。うん、だから、まあ、ね、休むこともあるかもしれませんけど、まあ FM はもうきちっとね、これは座ってできるので、あの歌いも歌わなくてね、うん、まあ、これからだから、今度あれかな、来週かな、かなおちゃんのさやってる番組、また連絡いただいて、遊び来ないかっていうので、一回来るんですよ。うん、まあその時は多分また生でやると思うんですけど、まあまあその時はさ、ね、みんな、かのちゃんも歌うし、誰かも歌うからさ、いいんだけど、俺、一人でやる時なんかはさ、今の状態だとちょっときついんだよね。だから、まあ、お湯をお知らせいくと思います。かのさんによろしくお伝えください。はい。では、一曲目ね。はい。これまあいろいろ、もう、まあゲストが来ていただいたり、で、いろいろかけてるんですけれどもね。やっぱり原点と言いますかね。うん、まあ私、こう、いろいろこう、今日も何を書きようかなって、いろいろ、もう前の日ぐらいからいろいろこう考えてたんですけども ね。で、やっぱりやっぱり自分のルーツとなるものをなんか聞きたいなと思ってね。うん、で、1曲目にやっぱまあ、これヘビーローテーションですけれどもね。はい。書けます。はい。1曲目がね。それでは。まあ、私の、まあ、師匠と呼ばれていたか、うん、勝手に師匠ですけれども、ね、ゲートマウス・ブラウン、クラレンス、うん、本名はクラレンス・ゲートマウス・ブラウンという、ね、うん、結構長い名前なんですけれども、でも向こうの人って、ゲートマウスってさ、口を、もう門っていうか、口を閉じろっていう意味らしいんだけど、なんか、それによく喋るなっていう、ね、だからなんかちょっとこう、なんていうの、
あの少しもじったっていうかな、うん、なんかこうひねったような名前も結構多いんだよね。この間なんかね結構面白い名前の人もいて、うん、なんかラッキーとか、うん、なんかね日本人が普通に使うような映画あの英語の名前の人も結構、うん、多いみたいで、まあそれはいいや。じゃあ、聞いてください。はい、マクラネス・ゲイトマス・ブラウンでアリエタ・ブガルー、うん、ブガルーですね、うん、あ、これね、うん、ちゃ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 、これさイントロさあのピンクレディのなんて曲似てんの同じなんで面白い、うん、あのピンクレディのあの曲にそっくりだよ。 UFO? UFO かな、イントロ聞けばわかるUFO のあのピンクレディのイントロでこれと同じものがあるよ。そうですか、うん、浮かんでこない、なんだろう、だだだだだもそうです、ね、だから多分その徳川俊一さんはゲートマウスを知ってたんじゃないかってまあいろいろ聞くでしょうね、多分いろんな、だそういうとこからヒントを得てる場合あるからね、うん、へえ、うん、このあのあれが独特ですね、これ食ってるね、うん、なんか酔っ払いのおじさんそうそうそうなんか管巻きそうだねギターが。でもこの人は前も言ったけど自分をブルースマンと呼ばないでくれっつって、うんうん、ちょっと変わったおっさん、もう亡くなっちゃったか、うん、亡くなっちゃったけど、でもなんか写真で見るとなんかカントリー調なんですよね。そうカントリーで、あのバイオリンもうまいしね、うん、あバイオリンも弾くんですか、うん、バイオリンもすごい自分で、でカントリーみたいな歌も歌っちゃう、うん、あとちょっとジャズっぽいこともやったりするし、あんまりこだわってないんだね、だからそういうところが俺好きなのかも、うん、うん、全然新鮮ですね、うん、ああ本当だすごいなんかマニアックですね。これなんで調べてるんですかね、ブスカちゃんは。ん？ブスカちゃんなんで調べるんだろう。いやあのいろんな情報はねあのビートルズのファンクラブとか、うん、ビートルズ情報ってすごいよ。あのマニアックな人いるから、うん、だからビートルズで検索するだけでもう5万と出てきます。へ、でそれの中で何かこの話題こう一つ入れるじゃん、うん、それでもいっぱい出てくる、うん、だから調べようと思ったら本当に、うん、まあ、全部が本当かどうかは分からないけど、あ都市伝説も中には混じってるから、ね、達成ネタっちの、うん、うん、イエーイなかなか終わらない、ね、いやーさすがです ね、うん、ねこれね、うん、まあ、今ね裏で話してたけどさ、ええ、あのピンクレディのね、うん、あのなんとかっていう曲にイントロそっくりなんですよまあそれは探してください、うん、ピンクレディは多分みんなも記憶にあるところだと思うんで、ね、そうですね、うん、もしかしたら、うん、あこれかななんていう曲もね、うん、出てきたら面白いかもしれない、うんはい、結構ねそういうものっていうのはあの、うん、作曲家の人とかアレンジャーの人も、なんかのヒントのために、うん、いろんな昔のものとか、まあ、あんまりみんなが聞かないようなものでも、うん、あこれちょっとキャッチだなと思うと、うまく持ってきたりするんですよ、うん、音楽ってのはそういうところも結構当たり前に使われてるところで、だから著作権問題っていうのは、だからジョージ・ハリスンっていう、ね、ビートルズのジョージ・ハリスンでさえ 2回ぐらい訴えられてるのよ、うん、あのそうですか、盗作問題で。確かにね、その曲を、原曲を聞くと似てるは似てる、でもね微妙に言うとちょっとどこか違う、だから、規定があって8小節かな、うん、4小節の中のメロディーが割っきり同じの場合は盗作とみなされるのよ、でその中の1音だけでも違ってると、それは盗作じゃなくなっちゃう、1音でいいんですか、だから、あーってのはあーあーにするだけで、それは OK なわけ、まあそれでも一応あの倫理上の問題でそこでしょって言われたら、あすいませんでしたってことはあのあるんだけども、
基本的には、法律的にはそれでも OK なわけ、うん、決められてるから。だからその辺が不思議だよね。そうですね。だって考えてみると、うん、ブルースの曲なんかほとんどみんな同じに聞こえるでしょ。うん、同じに聞こえます。それ考えると、まあ、あ、そうかなっていうところもあるよね。だから、あの、同じ曲をやってるんだけども全然違った歌い方したりするし、だからそれはその曲として歌ってるからっていうことであって、うんうん、それをどう変えようが、うん、ある意味自由なのよ。リズムが違うだけで、まあ、違く聞こえる、全然違う聞こえるでしょ、ありますよね、うん、まあそういういい例がねちょっと、あるんで一曲聴いていただきます。あ、ね、そうなんですね、うん、これもあのマディウォーターズって、まあ、これも師匠ですね、うん、この間のですね、そうですね、うんうん、この間のあのいろんな人がね、はい、あのオムニバスというか、なんて言うんだろうな、トリビュートですかね、うん、トリビュートアルバムとして作ったアルバムですけど、マディ・ウォータースの、中からね、このマニッシュ・ボーイって曲なんですけども、うん、このマニッシュ・ボーイって曲は、あのフーチー・グーチーマンとか、アイマーマンっていうね、うん、あのそういった曲の原型なんですよ。うん、原型なんだけども、それをその中に多分 メドレーっぽくやってるかな。あのリズム体とかね、ちょっとこう、アレンジも変えてるんですけども、うん、これは昔からのファンから聞いたらどうなのかなっていうところもあるんだけども、うん、だけど俺が聞いてるうちにだんだんなんか、あ、これもありかなというような気になった、うん、曲ですね。じゃあ、あの、マディ・ウォータースの曲で、マニッシュ・ボーイ。うん、これマディ・ウォータースが歌ってるの？うん、多分そうだ。あ、うん、この間なんかいろんな人が、あ、うん、演奏する人が違ってたの。そう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 。そっか。すごいスマートに歌ってます。そうでしょ、うん、だからね、あの、どんどんどんしてマリーにしてもジョニーにしてもね、うん、どんな後ろがアレンジ変わっても、うん、自分のペースが変わらないんだよ、うん、それがハマっちゃうっていうか、ああ、じゃあ、まあ、はめちゃうのかハマっちゃうのかわかんないんだけど、みんなが合わせてる、合わせてる部分もあるとか、うん、まあでもこのいろんな応援してくれる白人たちのおかげで、うん、マディも BB とか、うん、いろんなブルース・ミジャンはこう助けられてる部分があるから、そういう意味ではあの感謝してると思うよ。だって食いに困ってたブルースマンがそれでいきなり大金持ちになっちゃったりするわけだから、ねえすごいですよね。それは感謝するよね。あれ誰の ギターマディ・ウォーターズのところの壁で作ったギター。あ、そう、あれはジジートップの。あ、ジジートップです、うん、あの住んでたうちの木で作った。どんな音なんだろう。いや、いい音してた。あ、本当。だから多分その昔のギターにあのふさわしい木が使われてたのかもしれない。 あ、お家にそれ、お家になる、あの、うん、メイプルとかアッシュとかいろいろあるんだけど、種類は、うんうん、それでも昔の木材だから、うん、いいものは作れたかもしれない。いい具合に乾燥したんですよね。うん、可能性はあるよ、ね、あ、またいろんな音をこう吸収してんじゃないですか。そうそうそう、だから歴史があるから、ね、うん、だからマディが住んでたってだけでそのディモンズって人なんだけど、うん、ギター、その人は、ね、それでいいんだよ、うん、それがどんな音だろうが、うん、あの師匠とあがめるとそうなっちゃうんだよね、うん、もうその人が触ったもんなら何でもいいってこと、うん、まあ一種追っかけだよね、うん、ストーカーってやつ、ストーカーに近いな。でも木の破片でもね、うん、そうみたいね、うん、欲しいんだね、欲しいでしょうね。だってそうじゃない、なんかあの誰かのスタンド捨てたタバコの吸い殻でもさ取っとくやついるからね、うん、あれ、この間テレビで誰かの髪の毛が出てきたとか。そうそうそう、誰いたね。ね。そういうの気持ち悪いんだよ。そういうのね。あれ、誰でしたっけ、あれからマイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン、あの、政治評、あの、経済評論会でおかしいのいる、目上げた、ちょっと太ったさ、うん、あいつも変なの集めてんだ。なんかあの、スターの捨てた、はい、もちろん、うん、吸い殻とかさ、うん、あとコップとかさ、ちょっとおかしいよね。ちょっと変な一色なんですね、うんうん、でもマニアってそういうもんかもしれない。まあ、そういうところあるかもしれない。で
この間のびっくりしましたね。ダダ恥ずかしくて恥ずかしくてもう見つめられて、ね、びっくりしちゃった、はい、ご自分で持ってます？持ってないわ。本当？あれが一番売れなかった。あ、そうですか。でもなんか今持ってれば貴重でしょうね。まあそうだね。あれうちに飾ったったら恥ずかしくてしょうがないです。違う。なんかいつも見られてるみたいな。恥ずかしいよね。あれいくつくらいですか？あれは30なるかならないかぐらいじゃないですか。あ、ほんと30ちょっとぐらいかな。あ、ちょうどなんかこれから油が乗るようなね。うん、まあだから一番あの、うん、立ち直るあのひどいひどい時代から、うん、なんとなく立ち上がりそうな時で、ああ、だからあんまりいい状態ではない。だから眩しいような感じだ、まあ、世間に眩しさを感じる、まあ、それはあるかも。そんな後ろめたいところがあれカメラマンが撮ったんでしょ。そうだよ。おあれコロンビアかなんか出したんだ。うん、斬新ですよね。うん、イエイ。はい、どうですかね。マニッシュボーイ。フーチークーチーマンの一節やね、アイマンマンの一節も出てきましたけどね。うん、だから多分、いろいろこう、そのノリっていうか、ダダダダっていうね、あのリフを、あの、またこう、ちょっとアレンジ変えて、リズムを少し変えてんのかな。うん。で、あの、初めはね、ちょっと取っかかりにくかったんですけどね。最初のインパクトが強かったんだろうね。でも、だんだん聞いていくうちに、あ、こういうのもありかなと。で、妙に、あの、マディの歌もうまく乗ってるという。うん、まあこのクラスになる、マディとかジョン・リンのクラスになるとさ、ええ、自分のペースでどんなもんでも合わせられるからね。だからその辺もやっぱり大御所たるゆえんかもしれませんね。うん、ってことでね、もう一曲このアルバムすごく内容面白いのでね、あげたいと思います。はい、これはケブン・モというね、あのスライドギターの名手がいるんですけど、黒人ですけどもね、あのどちらかというと最近というか、そんなに古い人ではないんです。でもまあその人のプレイが僕も大好きで、あの独特な雰囲気を持ってるんですよね。まあ、ボトルネックは上手い人いっぱい今までこの番組でもね、かけてるけどもね、この人は割とそのスタンダードっていうかね、あの、ブルースチックな感じでやってますけども、なかなかこう味わい深い、スライドギターなんで、それもよく聴いてください。はい、じゃあその、もうこれも同じアルバムですね。あの、マディ・ウォーザーズトリビュートの中から、はい、ケブンも、フィーチャリングケブンもですね、はい、Last Time I Fool Around With You。ケブモって言うんですか、うん、あのアフリカ系の人だった。あ、そう、意外とねアフリカ系の人がアメリカ渡ってあのブルースやる人多いね。これ歌ってもやからない。これ違うと思う。歌ってるのは違う。あ、警戒、すごい警戒。へー、じゃあ次メール行きますか。あ、はい。あ、なんか喋ってる時で喋ってない時なんか揺れるんだ。ああ、そういうもんですよね。一応じゃあ。一応3月11日、この間ですね。そうだね。まあ、何かにつけてちょっと。まあ、あの、メールでも来てたけど。いいかなと。ケリーさんから。ケリーさん、ちょうど。明日ですね。明日ですね。今日10日か。うん。のぼる先生どうしちゃったんか。来ないね。一生懸命対策練ってる。これいろんな年代のが入ってるんですか、さっきのあのアルバム。いろんな年代っていうか、あの曲自体はあのマディが古いやつとか、あの、70年代60年代もあるんだけど、それを今の人間がその時の時代だから、これでもこのアルバム自体もそんな新しいものではないから。あ、でもなんか雰囲気的になんか新しく感じるのと、なんかすごい古く感じるのとある、うん、ね、あれ
マディウォーターって100なんか100って書いてある、うん、100って書いてある。100周年生誕100周年、ね、あ、それで100なんですね。100年前に生まれたんだ。100年前ってことは結構長生きしたんだよね、あの人は。あ、そうなんですか。そういうことで、いつの80ぐらいまで生きたんだよな、はい、うーん。 BB もだって80いくつまで生きたんだよ、うん、ね、すごいですね。でもブルースマンでね、そんだけ長生きするって珍しいね、どっちかっていうと。うん、割と短命の人だもん。あ、やっぱり酒も飲むし、うん、いろんなことやるじゃない。せっせいしていそうですね。せっせいしてるからさ。BB キングなんて太ってるの多分、ね、うん、あの人はこれがすごいね。もう孫が100人ぐらいいるらしい。すごい。もうイエーイ、はい、ね、うん、いかがでしたかね。ね、まあ、あの、うん、聞き込んでいけばいくほどね、うん、味が出てくると思いますので、ね、いいですね、うん、もしよかったら聞いてください、うん、はい、ね、じゃあメールの方行きましょうか。はい、うん、あ、ケリーさんからですね、うん、はい、うっちゃあえみさんこんにちは。そうですね、3月11日が近づくと、もう明日ですか。そうですね、巨大地震の恐ろしさを本当に考えます。知り合いの美容師さんのご実家が津波に流されてしまったことを聞いた時には胸が苦しくなりました。生きていて辛いこともあるけれど、生かされていることに感謝して毎日を大切に過ごしたいと思います。いや、その通りですね。本当ですよね、うん、生かされているような感じしますもんね。確かに、うん、音楽は人の心の大きな支えになると言われています。そんな素晴らしい天職を持たれているうっちゃんは素晴らしいなと思います。本当そう思います、まあね、まあ、うん、天職なのかな、よくわかりませんけれどもね、あの、なんかそれで音楽で何かを伝えるなり、うん、なんかこう幸せな気分になってもらえればね、それはやっぱりミュージシャンとしては本望ですよね。うん、そうですよね。そしてこれからもこの番組を応援してます、うん、ありがとうございます。私自身音楽との出会いで助けられたことがたくさんあるから、うんうん、愛しのケリーより、はい、おかげさまでね、この番組もちょうど震災後に始まったんですよね。そうですかね。そうなんですよ。震災後の4月ですか。震災後の4月です。あ、もうそれからじゃあ5年、うん、うん、今度の4月で6年目に、ね、6年目ですか。まあ、山田さんにも長いことお世話になって、ありがとうございますね。ね、まあ、6年も続けられるとはまあ夢にも思ってなかったんですよね。本当そうですよね。まあ、でも私のまあさっきもね話しましたけど、うん、当初の目的としてやっぱり自分が聴いてた音楽をね、皆さんにもちょっと聴いていただきたいっていうのもあったしね、うん、フリーからね、あの、古いものだっていうふうに観念じゃなくて、フリーからこそいいものもあるという、うん、かといって新しいものにいいものがないわけじゃないですよ、うん、だからそれぞれのいろんな、あの、時代によってその音楽って変わってきてるというところをね、やっぱり皆さんもね、あの、少し考えて理解していただければ、うん、あの、音楽の楽しみ方がまた変わってくるかもしれません、だって、なんかね、俺もやっぱり回ってる気がするんですよ、うん、そう、あの、マイナーチェンジしながらも、うん、なんかこう同じ携帯を持った音楽がぐっとこう回ってるという、うん、いうところはね、あるような気がしますね。私も宇宙美さんと番組を始めてから、うん、いろんな昔の古い曲を知るようになって、なんか古い曲がすごく斬新に思えたりとかね。そういうこともあるよね、うんうん、なんか温故知新でいろんな発見をさせてくださってありがとうございます。とんでもございません。お互い褒め合ってどうするんですか。ということでね、うん、明日ね、3月11日、うん、鎌倉芸術うんうん、座で、うん、あの、EM ジャパンさんによる映画蘇生やるんですよね、うんうん、まだ空きがどうかあるかどうか分かんないので、もし、うん、あの、興味ありましたら EM ジャパンさんに連絡してみてください、うん、あ、そうですね、うん、あのね、本当に震災後に作られた映画なんですけれども、うんうんうん、あの、まあ、微生物、EM を含む微生物で、うんうん、あの、震災後、うん、どんどんこう悪くなってるばっかりじゃなくて、うん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 、良くなっているっていう部分も取り上げてますの で、ね、うん、で見ることによってとってもなんかこう、うんうんうん、日本もこれから決して捨てちゃダメだって感じで、うんうんうん、これ希望を持ってやっぱり未来の子供たちに残さなきゃいけないってことを伝えてる映画ですの で、うんうんうん、ね、この機会を逃してもまた、あの、うん、映画蘇生を見てください、うんうん、やっぱり前向きに捉えていきたいですよね、うん、そうですね、あの、とどまっててもさ、うん、何も始まらないから、やっぱり行動を起こすというか、ね、うん、できることから、うん、ね、ですね、ということですよ、はい、ありがとうございました。ケリーさん、ちくろさん、ちくろさん、ね、久しぶりですよね、うんうん、リクエスト
先週聞き損なっちゃったから月月、こんにちは、うん、はい、ね、こんにちは、皆様体調いかがですか、うん、いやこの気温さん参っちゃいます。確かにね、うんうん、お洋服の入れ替えなんて絶対できません。できません、できません。真冬のダウンからタンクトップまで極端やなタンクトップまで全部出しっぱなしです。わお。まあそういう気候は気候かもしれない、ね、昨日はタンクトップでもなんとか、うん、まあ寒いかな、暖かいところならいいかもしれないけど、うんうん、今、お墓参りで、多摩霊園に向かってちょうど甲州街道入ったところです。あ、雨なのに、うん、まあうん、晴れていれば帰りに昭和記念公園行く予定だったんだけど、残念雨降ってきちゃいました、うん、あ、なかなかお墓参り行かなきゃ な、雨のお墓ってちょっと足滑らせないように気をつけてくださいね。うん、そう、気をつけた。ね。なんかほら、つるっと滑っちゃいそうで。私、転んだことあるんで。雨に。雨の時、気をつけてください。なんか、お父さん、お母さんに怒られたんじゃないかもしれない。本当でもね、気をつけてください。はい、先日のラウン楽しかったですよ、うん、ありがとう。久しぶりながら嬉しかった。うん、ああ、よかった。次は25日のメイプル行きますね、ということですね。はい、ありがとうございます。うん、じゃあ続けてブスカ行っちゃおうかな。うん、ブスカさらば高血圧なんだそれ、あ、そういうことね、メッセージ、ね、うん、ですけど、さて50年前のビートルズネタです。今日は何何なんだろう、うん、1966年3月14日に以下のような動きがありました、うん、ビートルズのマネージャーブライアン・エプスタインがパートナーのビッグリースと通じて日本の共同企画、うん、共同東京ですね、日本公演の協力を要請、あ、そうか、69年に来たからね、うーん、そう、でももう3年前にオファーしてるんだね、はあ、なるほどね、うん、同じ頃なんだろう、ビッグリースのアシスタントラフ・エンプというハワイのスポーツ関係のプロモーターが中部日本放送事業部のもとに話を持ち込む、うん、CBC はメトロポリタンオペラなどの大きな海外アーティストの招聘に実績があったため、あ、なるほどね、うん、こうしてビートルズ日本公演が実現なものになっていくと、うんうん、今週は特にオチはありません、ちゃんちゃんと、うん、でもあれなんですね、何、当時はエプスタインはビートルズの収益の 25% を取ると言われていた、うん、取りすぎかな、うん、すごいですね、 25% 4分の1 4分の1もすごいね、 ねメンバーよりも多いんじゃないの、4分の1取っちゃってその後残りをさ、うん、4人で分けたりメンバーより多いじゃねえ、ねえどう すごい、さすがですね、ねえ、というわけですね、うん、はい、じゃあ次お願いします、はいはい、あ、リトルレディ11歳のママさん、こんにちは、うちみさゆみさん、こんにちは、こんにちは、うんうん、先週のバカバカのライブまたまた楽しかったです。あ、よかったね、際どい MC がいつもよりも多かったような気がしますがあ、そうだったんですか、まあそれはまあしょうがないやなでも11歳の娘も大笑いしてました。あ、そう、だんだんそれが分かっちゃうと、分かっちゃう、それもちょっと心配になってくるな。確認したら意味も分からずに皆さんの話し方が面白いから笑ってるそうです。ああ、そうなんですね、完全に意味はいろいろ把握はしてないんですよ、うん、あんまり意味は、ね、追求しないでしない方がいいですよ、うん、おませさん大して意味ないんですメンバーの皆さんが娘に声をかけていただいたり、うん、お気遣いいただきありがとうございました。いえいえ、バカバカのライブはファンの皆さんも優しい方が多いですね、うん、先週は名古屋のけいこさんもたくさん娘に声をかけてくださってとっても喜んでました。あ、それよかった、名古屋のけいこさんありがとうございました。というわけで娘はさらにバカバカにはまりました。いやでも学校で孤立するということはないのでご安心を。あ、よかったよかった、ね、あの子はそういう子とそれはそれと認められてるようですよ。あ、それ大したもんだね、うん、みんなに広めてくださいよとか言っちゃってまあでも、ね、あの子供の世界でもさ、うん、いろんなこうなんで、あ、あなたはこういうのが好きなの、うん、あなたはこういう生き方をしたいのっていうようなところが、ええ、お互い話し合えるっていうのはさ、いいことだよね、うん、なかなかだって子供の頃ってそんな話なんかしないからさ、あ、お前はどう生きるなんて小学生の時言わないでしょお前は、うん、せめて中学ぐらいですね。そうだよね、中学ぐらいで、ね、あ、でも小学校のしかケーキ屋さんになりたいとか、あ、そういう目的はあったかも、ね、かも、うん、あなたは何になりたかったの、ところで私なんだろう、なんかあったんじゃないの、全然覚えてないです、お嫁さんになりたいだけじゃないです、いやー
ちょっと話戻っちゃおう、まあ、そして内海さんのダダのアルバムジャケット、うん、おひげの画像を拝見しました。エミーさんがおっしゃる通りセクシーでしたでしょ、ね、あれね、一家に一枚あったら恥ずかしくて恥ずかしくて俺が嫌だよそうですか。でもすごい素敵ですよね。29歳頃だそうです。そうだね、29か、ね、あの30になるかならないかぐらいですよね、うん、ちゃんとカメラマンの方に撮っていただいて、うん、だからあの、ね、人としてどうかなって時代から立ち直ろうとしてる時ですね。いやなんかすごいいい感じがね、あの伝わってきます。 そうですね、うん、その時にいろんな人と出会って、うん、幅が広まったのは確かですね。だからその時のメンバーも、ダダってアルバムですけれども、あの萩原健一さんのバックバンドっていうかね、のがドンファンってバンドを作ってたんですよ、うんうん、そこのメンバーの方にいろいろ手伝ってもらったりとかね、まあそういう意味ではね、うん、ああこういう人たちもこういうふうにであのやってくれるんだっていうのをすごく感じました、感謝しましたね。ね、本当ね、うん、先週古市光太郎さんがとても貴重なアルバム持ってきてくれて、ね、本当にありがとうございました、ね、また来てくださるそうですよ、はい、じゃあ北郎、ね、北郎ちゃん、ちみさんこんにちは、北郎です、うん、先日加山雄三ウィズワイルドマンズのコンサートに行ってまいりました。さすが行って、俺も行ってみたかったね。エレキの若大将だ、うん、だって、うん、そうだよ、同じっていうか、うん、同じところに、まあ、ワイルドワンズも湘南だしね、やはり、うん、パシフィック横浜でしたので、会場は居心地が良かったです。しかし、まあ、加山雄三さんってなんであんなに元気なんでしょうか、うん、78歳、78歳なんですか、ね、ちょっとびっくりです。確かにそうだよね。やはりセサミンを飲んでるんです。いや、確かにそういう部分もあるかもしれない、うん、ね、それにしても私はだんだん引き込まれていってしまい、うん、いやしまいには涙が出てくると感動してしまう。そう。だから、あ、キャローは、うん、の世代だと、加山雄三さんって少し前だと思うんですよ。うん、でも俺なんかまさに出会ったよ。そうです、ね。もうね、加山雄三で育ったと言っても過言ではないぐらいに、よく聞いたり、うんうん、で、世の中で流れてましたね。エレキの若大将から、うん、いろんな若大将シリーズの映画もね、うん、大ヒットしてる最中ですよ。うわ、もう世の中、加山雄三、だらけですよね。で、鎌倉の海行くと、うん、結構ね、弾けもしないのにウクレレみんな持ってました。そういう時代ですよ、うん、もう一色でした ね、若大将シリーズが楽しかったですね。いろんな若大将がいて、こんなことめったにないんです、なんで、ね、感動してしまう、うん、ちょっとやられてしまいました。あ、多分歌詞が日本語だからでしょうねと、うん、まあいずれにしても音楽ってすごいなとつくづく感動した一日でした。私も加山さんのように頑張らなくちゃ。そうですね、うん、また、目標ができました。あ、よかった、うん、PS、うん、ワイルドワンズがファンキーモンキーベビーを歌ってくれました。ではではだった、あ、そうですか、おあ、聞きたい。どんな感じだったんでしょう。はい、うん、ということで今日、ね、メール読みました、ね、ありがとうございました。じゃあここで、うん、はい、まあ、だいぶ前ですね、書けましたけども、うん、僕の大好きなギタリストですね、この人も、マーク・ノップラっていう昔、はい、ダイアストルスっていう、うん、バンドのギタリストなんですけどもね、はい、この人のルーツというかね、うん、この人はイギリス人です、イギリスの人で、やっぱりイギリスの多分田舎というか、こうなんてトラディショナル、うん、イギリスの流民謡というか、そういった子供の頃から聴いてるような音楽が体に多分自然に入ってるんでしょう、うん、でもブルースも好きだ、だそういう意味ではどこにいても、うん、俺もそうだけど、日本にいて演歌とか、もちろん加山雄三さん、ビートルズ、いろんなの聴いて、うん、中でブルースにハマっていくという ね、不思議な現象が起きたわけですけども、うん、多分そういう人っていうのは、僕に限らず世界中にいると思うんですよ、だからその中のもしかしたらマーク・ノップラーもね、そういったところを感じて、ブルースが好きになったのかもしれないということで、うん、はい、でそのソロアルバムですね、うん、これが多分一番新しいソロアルバムで2枚組なんですけども、マック・ノップラのソロアルバムから、ブルーバード聴いてください、うん、あ、いいですね、うん、なんちょっとムード歌謡っぽくていいですね、不思議なんでこの人ね、
こういうのやると思えばなんか妙に軽い歌もだったりするんで、あのあやっぱりこの人も多分あんまりジャンルにこだわらないタイプですね。でもブルースが好きだよっていうのが自然に出てくるというかね。結構声低いんですかね、この人も。どちらかというとボブ・ディランみたいな歌い方するんで、音程があるようなないような。でも本当はね、一番難しいのはこういう歌い方難しいんで、音程はあんまりないんだけど、こう説得しちゃったら言葉の力とか、あと声質で、説得力はあるよね。だってボブ・ディランだって聞いてるとさ、決してこう綺麗に歌ってるわけじゃないんだけど、なんか気が付くとハマってるって感じ、最初聞いてるとみんな同じに聞こえちゃうんですよね。これね、アコーディオンみたいな、あのなんかアコーディオンみたいのでも、バンドワゴンとかいろんなのがあるんだって、種類が。鍵盤で鳴らすやつと、あとボタン。アコーディオンの、ボタンだけでやる人もいる。へえ、ボタンだけでですか。ボタンだけのそういうアコーディオンみたいなのもある。だから鍵盤がついたのは最近のあれみたいな、アコーディオン。その前にアコーディオンの原型みたいなのがあった。こっちになんかボタンがついてて、こっちがなんか鍵盤がついて、こういう。両方ともボタンのある。両方ともボタン。だから鍵盤って感覚じゃないんだよ。そうなんですか。それも鍵盤の音と同じ音が出る。音的にはこういう音、アコーディオンっぽい音。へえ。だから足踏みのオルガンって昔あったじゃん。あれに近いようなもんだよね。あれも今思えばなんか味がありますよね。そうだね。踏んでないと音じゃないですね。なんかたまにパフパフ言っちゃう。そう。はい。あ、ちょうどいいね。どうしようか。そうですね、次。あ、セドナってパワースポットので有名なとこなんですよね。終わったのかな。はい、イエーイ、ね、うん、じゃあ続けていっちゃおうかな、ね、今、哀愁が漂っててよかったですね。哀愁漂って、うん、でこれはね前にも書きました、はい、今日は OK、今日は OK っていう曲です。 Today is OK、はい、今日は OK。 いいですね、ゆるくて。書けましたっけ。書けたと思うよ、ああいいな。あれかな。あれ今いくつですか。もうね、俺よりもちょっと上ぐらいだと思うよ。そう割と若いんだよ。この人はあのマクノップラはチェット・アツキンスが大好きで、チェット・アツキンスと共演してるアルバムとか、DVD とかで結構出してる、それは持ってる。持ってるよ。あ、かけました。かけてない。それは DVD だからかけてないけど、いいのがあるんだよ。本当二人でやってた、いいなーってのがいっぱいある。もうなんていうの、マクノップラはもう師匠を目の前にさ、ニコニコしながらやってるっていう感じなの。それをこうジェターテキスがこうよしよしって感じ。よしよしって。いいですね、その師弟関係が、ね。そう師弟関係なんとも言えない。よしよし。
このアルバムいいですね。うん、これもいいよ。うん、俺ね、だからもう一枚あの、うん、なんつったっけな、この人のあのソロアルバムじゃないんだけども、この人のルーツ探る旅のアルバムがあんのよ。そのアルバムがめちゃめちゃ、それがなかなか見つかんないんだ。俺持ってたけど貸したっきり返ってこないし、だからタワーレコードに聞いても今もあるかななんて言ってる。でもタワーレコードそんないっぱいありますね。あるよ、ただないものも結構ある。それはね、ないものはない。だからアマゾンが一番硬いんじゃないかな。あ、何でもあるさ、何でもあるから。なければアマゾンの場合はどこかから取り寄せるからね。あ、うん、なんかあ、いろいろ、うん、あのいろんなところから探してくれるんですか。探してくれるの。あ、ほんと。へえ、へえ。だからないものがないっていうのがアマゾンの売りらしいもん。ああ、何でもありますよっていうのが、うん、何でも見つけませんみたいな。そうそう、すごいですね。でもすごい早く運んでくれるんでしょ。運んでくれるってあればもうその日に届く場合もあるらしいもんね。すごい、うん、で送料無料でしょ。あ、みんな無料ですか。みんな無料みたい。あ、ほんと。その代わりそのアマゾンに預けた方から金取ってるね。あ、だからいくらか安くして出してる、うんうんうん、はい。あ、どうしましょうか。次かけようよ、せっかくだから。じゃあもうこれもう少し、もうじゃあだんだんカットします、うん、で今で次プロミスかけます。はい、ちょっとじゃあしゃべります。はい、うん、いいです ね、 なかなか、うん、すごい。この人 の、 あのソロアルバム聞いてるとダイアストレスとはまた一味違うんですけどね、うん、やっぱり自分、あ、この人は、ね、定期的に必ずドラマを作って出してるんですよ、うん、それも自分のこうルーツを探るようなさ、うん、アルバムが結構多いんでね、まあ、タイプとしては私も好みですね、うんうん、ということでした、ね、はい、ね、でそうリクエストにありましたので、うん、多分ピヨピヨさんだったかな。あ、そうですね、ね、はい、プースカフェ行っちゃいます、うんうん、懐かしいです ね、 ね、プロミス、あの日の約束。これ俺が歌ってる。クマちゃんが作ったんじゃない。俺が曲作ってシワクマが、あの頃はルーズ途方に暮れた。時は長く冷めた日々。寒い朝永遠の水って何なんですか。臭いでみんなでおかしくて。EM セラミックですね、できてるボトルに入れてる水を、ね、味変わるね、うん、全然違う。これでご飯炊いたりコーヒーとかすごい全然美味しい。じゃあそれをその線を攻めてもいいね。ね、あの端的に商品でそれ使い切ったら終わっちゃうじゃん。それだとさ、うん、いろんな使い道があるじゃん。これはもうずっとね、もう私5年くらい使ってます。だから一つあれば、いろんなことができるとか。うん、そう、すごい。おすすめ。もうやらないんですか？もうないだろうな。ゆうちゃんもあんまやる気ないけど。あ、そうなんですよ。はい。じゃあちょうど、ちょっと喋ってしょ、うん、じゃあ、喋ります。なんか優しいですね、はい、ね、懐かしいですね、もう何年前になるか分かりませんけどもね、ええ、
うん、私とあの小田裕一と、あとクマンと、クマ富太郎だっけ、はいはいね、3人でね、うん、まあ、5年ぐらいやってましたよ、だからまあそれなりにやりきった部分もあったんで、でまあそろそろみんな個人活動したいっていうのもあったんで、そういう形になったんですけど、まああの今年っていうか夏かな、あのゆうちゃんとは今度また虎丸座でね、江ノ島ですね、またねご案内しますで、はい、うん、ということでありがとうございました、はい、それでは次のコーナーに行きます。はい、はい、よろしくお願いします、はい、飲んではしゃぎすぎて駅のベンチでゴロゴロさ、あーまたやっちまったぜ。